あありがとうございました、えー、とじゃあの1日目に継続してですね、えー、とダイ年マーテリアルのお送りの方が、えー、とまたあのサマライズさせていただきます。で昨日はですね、えーと、島津製作所様の、まあ、ミーティング内容ということで、まあ、IATF に準拠した、ですね、えー、と車載に準拠したあ、まあ、電池の、まあ、分析ということでですねお話をさせていただいたんですが、まあ、本日はですね、 パののウダーからスラリーまで万能レオロジーを取得しようということで、まあ、これに関してですね約2年から3年弱、まあ、実施してきた内容をちょっとまああのダイジェストでまあご説明してですね、えー、まあさらにそのサマライズしたいなと思っております。 時間の方もちょっとすみません、まあ、10分ほど押してしまっているので、少しあの、まあ、巻き気味にお話をさせていただければと思っております。でまあ、資料の一部ですね、もうすでに昨日お話したような資料はまあ割愛させていただきながら、またあのご質問等あれば進めさせていただきます。で、まあ、あの電池の製造プロセスに関するまあお話をちょっとまあいつもさせていただくんですけども、まあ、これもですね昨日のまあ継続するところで、 電池の生産ポイントというのは、まあ、電極を制するものが電池を制すると言われている通りでして、やはりあのこの、まあ、ハッチングしている部分ですね、ここの部分が一番まあ電池のプロセスで重要だというふうに我々もまも考えております。そういう意味で、弊社、TR2 であるまあ当社がです、ねえー、まあ誤った材料を供給してしまえば、混ント航とかに影響してしまい、ですね最終的な下流へまあ誤ったものを流してしまうと。 ということで、いかにこのまあ、いい材料を経営者が供給するかということに、まあ使命を燃やしているという状況です。やはりこの分析のポイントっていうのは、先ほどもまあ、先日お話しているように上流での雇用を止めるということが重要な考えに至るかと思います。ちょっとこちらの方はもうすいません。時間の都合上、拡大させていただきます。まあ、いろんな分析項目にある中で、年男性っていうものがですね。まあ、どのようなところに、まあポイントになるかということをまあ、書いております。 今回ですね、昨日、島津さん、マイクロミューティックス &TA ・インストリメント・ジャパンさんとコラボレーションしたときに、非常にこの TA さんの主力機材ということで、RES だったり DHR っていうのが非常に島津さんの中でない分析装置ということで、コラボレーションする中で一番ポイントになろうかなと思っております。 それではですね、あのスラリについてもお話しさせていただきます。もうすでに、まあ、あのお前のスピーカーですね、いろいろスラリのお話しされてるんですが、まあ、我々、この電池材料屋としてはですね、よくまああの電池メーカーさんから言われるのがですね、ここの不極材のスラリ、なかなか作りにくいとか、作りやすいとかですね、言われることがあります。例えば、天然黒煙だったらこうだとか、腎臓黒煙だったらこうだとか。でさらに えーまあ、最終的に電池としてですね、えー、しっかり走らなきゃあ意味がないということで、良いスラリーっていうのは、まあ、電池特性と印刷特性の両立が必ず必要であると。まあ、逆に悪いスラリーっていうのは、電池特性はすごく出るんだけども、まあ、コーティングできなければ量産できないよ。逆に電池特性はいいんだけども、あごめんなさい電池特性は悪いんだけど、印刷はすごくきれいなんだよと。結局、まああのー、意味がないと。 なので、良いスラリーっていうのは基本的にまあ両立はする。これは当たり前のことです。ただ、じゃあ共通して言えることっていうのはレオロジーを管理すれば、まあ,あの非常にいいまあ、場外には飛ばないと、基本的にフィールド内に必ず落ちるというふうに見ております。まあ、今日はそのお話をさせていただきます。 でスラリーの評価の注意点ということで、まあ、直接的法、間接法ということで私がちょっとまあいつも、まあ、社内とかで説明する時に、ねえー、使わせてもらっている言葉なんですがやはりあの分散とかあ、まあ、これに対してダイレクトに見ているものというのは流度分布あとはスラリーインピーナンスのはダイレクトで見ているのかなと思っておりますで逆にあの間接的に、えーまあ、見ているとすみませんちょっと説が間違っておりますが間接的に見ているのがやっぱレオロジーだと。 ただ、ゼータ電位っていうのもまあ同じかなただこの中で,です、ね、非常に大切なのは、そのスラリーそのもののパラメータが測れるものっていうのが、まあ、レオロジーがほぼ唯一かなとで、スラリーインピーダンスでも当然あるんですが、まだまだこの開発途上のパラメータっていうのもありまして、まあ、古くて新しいレオロジーっていうものはです、ね、やはりこう流度分布だったら、あ昨日のお話でありましたように、まあ、濃厚系で測定はできない。 逆にゼータで今同じく有機溶媒系ではちょっと苦手であったり、まあ、希釈しなきゃいけないということを考えれば、まあ、そのものですね間接的なまあ状態を見てるにしよう比較的レオロジーっていうのはその濃厚系でダイレクトな状態を測れるっていう意味では非常に分かりやすい指標になるかなと思っています、まあ、そういう意味でその分析方法が電池特性までリンクができるかっていうのは非常にこう大切な議論でして 良いレオロジーのものが本当に良い電池になるのだろうかということが、まあ、今日の最終の、まあ、トーク内容になります。で逆にですね、まあ、スラリーの材料、分散方法が変わると答えが逆転することもあるということで、非常にこう分析方法と電子特性の相関付けというのは、やっぱり今まにノウハウになっているのかなと思って、いつもいろんなデータを見させていただいております。 それではではすね、あの実際の政府局スラリーの事例なんですが、これもまあ実はあの、まあ、鈴木さんとか川田さんとかも情報を共有していますので、かなりそのまあかぶる資料があります。まず、政局スラリーのポイントですが、構成要素、まあ、活物質、増粘剤、決着剤、あと除剤ですね、まあ、この辺というのが LCO、NCM、NCM。 あとは PVDF、CV、カーボンバーク、カーボンブラックですね、VGCF、あとは CNT、まあ、こういうものを取材として、電池、生極スライドを構成されると。その中で、やはり正極材っていう自身、もともと電動性が低いもの、まあ、酸化物ですので、どうしても単独系のものでは成立しないということで、除剤が必要。でそうなると、 まあ粒子の小さなものをまあ適用するということでどうしてもおまあ分散性能の指数標準化って非常にまあ大切になるかなと思います。で、年性の要素としてはですね、これもまあ,あ、極スラリー特有なんですが、あ基本的にまあ貯蔵男性と損失男性それぞれをですね、別々の要素でまあ担っているということで、まあ、導電助剤がまあ貯蔵男性を担う。 で損失弾性、年的支配のものもがバインダーであると、まあ、これをですねうまく組み合わせれば自分たちが欲しい、まあ、レオロジーのものが作れるとただ一方で、えー、当然バインダーを入れすぎれば、まあ、DCR が、まあ、悪くなるとかですね同然除剤を入れれば、まあ、印刷特性が逆に悪くなるとか、まあ、これの非常にバランスがレオロジーで重要視されるかなと思います特効性上を決める要素としてはダ大螺端子蓄まあこれの言葉もすでにあの出ておると思いますのでちょっと割愛します 正極スラリーのポイントですが、まあ、正極材はそもそも電子抵抗が大きい、導電所剤が必須ということで、導電所剤の分散が電極の電子拡散を担うと、つまり導電所剤のディスパーションしている状態がです、ね、電池のパラメーターに効きますので、この導電所剤の分散っていうものを、まあ、レオロジーで定量的に見れるんじゃないかっていうのが、まあ、先ほどからあるような発表になります。 これも政局スライドの両事例。これも前回からもう2年にわたってお勤めしているデータにはなるんですが、導電所在を、ね、最適に分散させた状態と過剰に分散させた状態。まあ、青のラインがです、ね、導電除剤をまあ最適な状態で分散させたもの。一方で、導電除剤は過剰に分散させてしまって、まあ、ストラクチャーを意図的に切ったものですね。そうしたときに、実際、まあ、フロー特性ですね。 でも差があるさらに、まあ、年段性でもやっぱ大きく違いがあるというのがわかるかと思いますでこの辺のまあ説明というのはもうすでに、まあ、あの川田さんともされていると思いますので基本的にここはちょっと割愛させていただきます、まあ、あのこの辺のカーブを見てですねどちらが良い,いスラリーだどちらが悪いスラリーだというなかなかあー知見もー難しいところもありますが、まあ、これもあの、まあ、レオロジーのプロが多いますので、まあ、直接聞いていただければいいかなと思います で実際、まあ、このレオロジーの、まあ、いろんな条件をこう振ってみたときにです、ね、えー、水準1、2、3という3種類のスラリーを作り分けてみて、実際、レオロジーと合剤抵抗ていうのを測ってみたというデータになります。で水準1、これがまあ除剤最適分散、水準2が除剤を過剰に分散させた場合、水準3は除剤活物質を一括で混ぜてパウダーブレンドしたようなものですね。 そうすると、やはりパウダーブレンドしたもの、水準3、まあ、水準2というのはレオロジーが、まあ、悪いんですけども、最適なまあ分散状態のカーボンブラックを使ってペースト化してやれば、まあ、非常にインピーダンスも低いですと。まあ、そういう意味で、非常にこうレオロジーがいいものは、比較的、正極というのはまあリンク相関が取れるというのが分かるかと思います。で、正極スライのレオロジーのまとめですが、正極スライの良し悪しというのは、基本同然時代の分散というのはかなり効きますよと。 それはまあイコールレオロジーで見てやれば大体のことは分かりますといかに均一な除代ペースを作成するかっていうのもやっぱりこれが重要だと思います。 で剤により最適なな分散状態が異なるまあお話がありましたように核、まあ、ハンターとか、まあ、あの他社のミキサーあとまあいろんなディスパーがあると思いますけどもやはりそのディスパーが異なれば各ハ条件シェアレートも変わりますので、まあ、あの必ずその各社で核ハ条件を出されてデオロジーを取りながら最適な分散状態を見極めるというのはこれは大切なノウハウになろうかと思います。 でどうしてもですね、導電除剤をうまく分散するのが難しいよというのであれば、もう最近は導電除剤ペーストっていうのがやっぱり売られてますので、まあ、こういうのを購入してやればですね、正極スラリの安定化っていうのも可能になるかと思います。で続きまして、不極スラリの概要ですで。こちらの方はですね、もう少し、まあ、シンプルかなと思っております。えー、とまあ弊社は不極材メーカーですので、まあ、主に不極スラリについてのまあ議論っていうのをするんですが、 まあ実はレオロジーからするとですね、意外とまあ、あの不極すらにのレオロジーっていうのは、あまあ、取っててあまり面白みを感じないというところが正直ございます。で、えー、と要素としては、活物質、増粘剤、決着剤、CMC ですねで、決着剤としての、まあ、最近は屈曲性とか、まあ、故、ま、障、あ、とかですね、まあ、柔らかさみたいなパラメータとして SDR を入れるっていう考え方もあろうかと思います。 まあ除剤は、まあ、ほぼ入れないといいいととうのが多いという思いますでそういう意味では除剤が不要ということで、まあ、あの弊社でもです、ね、非常にまあ簡単にまあインクを作っているというのもございます。その中で濃度の,の、えー、年断性、負極における年断性の要素というのはやはりまあ導電除剤がないつまりカーボンブラックのようなまあ微粒子がないということになりますと、まあ、それを担うものが何かというのがポイントになるかと思います。 それが、まあ、貯蔵男性と損失男性ともにですね、CMC でコントロールされると、まあ、SBR というのはそもそもエマルジョンなので、対して、まあ、レオロジンに対する影響を持たないんですけれども、そうなると CMC の、まあ、パフォーマンスというのは非常に重要になるかなと思います。で渡航成長を決める要素としては、まあ、ダイラタ端子、これは、まあ、もっぱらですね、活物質単独で顕著になります。 特に腎臓黒炎であったりフレーキーなものであったり休憩黒炎であったり MCMB のような鍼灸に近いものであったりするだけで非常に大、まあ、タンし製状も変わりますで。それに相反する製造としてチクソトロピー製っていうのを、まあ、CMC を、まあ、添加するわけですけども、まあ、CMC の分子量ですとか、まあ、選定によってですねダイラタン子製状のものをいかに CMC の力でチキスト,トロピックな状態にするかっていうのが、まあ、不極のポイントかと思います。 不極スラリーのポイントとしましては、まあ、今現在まあシリコン系のものも増えてきましたが、やはり大半が不極材、炭素材料がまあ多いということで、まあ、この SIO な微粒子を添加したときにやはり考慮もされるべきかなと思います。でまあ、ポイント、下にこう4つ書いておりますが、まあ、貯蔵断性要因がそもそも少ないで、結果的にレオロジー特性は CMC がいい。 となると c m c をですねどのようなバンを選ぶかっていうのは結構ノウハウかなと逆に言えばもうお会社ですでに決まってる CMC がありそれに合う不極剤はどれだろうという選定が非常に重要かなと思いますなので例えば不極剤を使いこなしたいんだけども従来の CMC ではうまくチキストトロピックな正常が出ないコーティングした時に今ムラになるとか まあそういう意味で、やはりです、ね、同じ決まった CMC であれば、できるだけエオロジー特性を合わせるような工夫を、まあ、不極材やもするとです、ね、電池メーカーさんにご迷惑をかけないというようなポリシーで材料を選定することもございますで。最終的に電池特性と後でお話をしますが、電池特性とリンクさせるためにやはり、混練工程の、まあ、質が重要かだと、すみません、言葉が重要ですね、えー、重さになっておりますが、重要かと思います。 不福祉室内のレオロジー事例、えー、ですが、まあ、今回この条件を書いた時の事例を伝わっておりますこれも、まあ、あの過去2020年に取得したデータをベースにお話しさせていただきますが混、えーまあ、連条件をですね、えー、書いたものです、えーとまあ、あくまでもちょっと分かりやすくですね洗壇、えー、視野を中程度で時間を中高先端視野をかけて短時間で混電したもの 混連視アを落として、えー、長い時間ゴリゴリと混練したものでこれはまあ核ハンターを使って条件をとっておりますで全てまあ固形分率も合わせてです、ね、同じように条件を使ってやると、まあ、比較的、まあ、先端粘土に関してはほぼ近い特性が出るとで、えー、じゃあこれでレオロジの差がないじゃないかとよく言われるんですが実際動的粘土を見てやると明確に違いがあると。 でまあ、同じような粘性、まあ、領域になっているはずなんですが結果、年男性を取ってやるとやっぱりパラメーターが大きく違うよということで混連、えーまあ、条件が、まあ、シアレート中時間を最適にチューニングしてやることで、えーまあ、比較的断性高も高い状態で沈降しにくいスラリーが作れると。負極の場合というのはどうしてもですね、ホットライフがあ、まあ、長時間保管してしまうと沈降しやすいとか。 ダ代替卵子が強いようなスラリーですとどうしても沈降してしまうということがあるので基本的にまああの男性値が高ければ高いほど沈降しにくいというようなスラリーが作れるということがあります。でこれをまああの電池自在コインのハーフセルを使って電池消化をした事例なんですが一番ですねグードパフォーマンスということでサイクル特性がいい状態のものっていうのがちょうどまあ最適な条件で混練したものだったと。 で一番実は混練条件が等抗線団で短時間で混練したものっていうのはサイクル劣化が激しかったと。で実際混練した後にかなりスラリーが発熱をしてしまうということでおそらく CMC の、まあ、チェーンが切れてしまうもしくは温度が上がってしまってその後元に常温に戻して置いた後にまに、あ、若干腐敗するとかですね。 そういうふうな二次災害が発生してやる結果的にやはりこう強ければいいんだというものでもなくて最適な条件をレオロジー見ながら婚恋状を決めていただくというのが重要かと思います。で極スラリーとレオロジーのまとめということで負極スラリーの良し悪しというのは基本 CMC の選定と婚恋、まあのバランスを決めていただきたいと思います。 洗剤粘土だけでは印刷特性に大きな支障なしという程度しか分かりませんので必ずレオロジーのおける脳的年段性というものを見てですね混練条件の最適化をしていただくようにお勧めいたしますで最適な混練というのはですね洗剤の応力だけではなくてやはり時間あとは最適なバランスあとはまあ当然スラリオー温度ですね、まあ、この辺のことも考慮していただくと良いスラリーが作れるかなと思います 最後にですね、えー、と良いすだりは良い電池というタイトルで、えー、最後お話をさせていただきます。これもですね、昨年の2022年に、えーまあ、TA さんのセミナーでお話しさせていただいた資料になります。これも、えー、TA さんの方にですに、ね、資料を共有させていただいて、えーまあ、弊社で電池特性を取って、まあ、比較したというデータになります。 昨年の7月にお話しさせていただいたセミナー資料になるんですが今回です、ね、水準4つを作りまして正極のスラリーを評価してみたとでこのスラリーはです、ね、前のスピーカーの川田さんの方が作られたスラリーを弊社でコーティングして電池特性を取ってみたというものです。 まず4つの条件ですがカーボンブラックのペーストを使って活物質を入れて、まあ、最適希釈化していく CB ペースト法で粉体を一括に混ぜて分散を進める粉体混合ペースですねでさらに粉体混合をするんですが若干分散強度を下げたものいわ、まあ、ば意図的に悪いインクを作ってみましたというようなものになります で分体混合法なんですが分散強度を上げてですね、えー、かなりこう意図的に分散させたものになります。でこちらの、まあ、スラリー4つちょっと見にくいんですがかなりまあ明確に違いがありまして一番ですねフロ、えー不老状態で生き返り年断性の開きが激しいものっていうのが、えー、この緑色のものになります。 で、先端を徐々にこう上げていって、高先端まで上げて、粘度が下がった状態で低先段まで戻してきたときですが、結果的に先端の行きと帰りでえね、高先端から低先段戻るときに、粘度がなかなかこう上に上がってこないと。つまり同じ時間で先端を下げていっても、ですね、粘度の上昇がついてこないと。 ということで、いえば印刷をしたときになかなか粘土回復をしない状態、つまりダイヘッドからインクを吐き出しても、なかなかインクがこうだれたままで元に戻らないということで、だれやすいインクというのが分かります。まあ、そういう意味で水準酸というのが顕著にだれやすいインクということが言えるかと思います。それ以外のものですね、比較的この開き度合いというのはあまり変わらないということで、粘土回復はこの水準酸のみが遅い、それ以外はまあ許容範囲かなと思っております。 でもう一つのパラメーターである年男性のパラメーターを見てやりますと、まあ、これ、バランス量とかバランス許容と書いていますが、まあ、この年男性の状態を見まして、男性支配という一つ書いているものがございます。これ、水準3の緑ですが、一つだけですね、全体的にこう上にバーが出てしまっているもの、これ、ストレージモジュールが高い、つまり男性支配的なシンクであると。 つまり、沈、ま、降、あ、は全くしないんですけれども、一方で、えー、非常に吐液の流動性が小さなものであって、かなり高先段まで上げなければ吐液の流動性が出ないものですね。まあ、こちらが先段のシェアレートという考え方をしますと、より高先段にかけたときに、年生と男性値がほぼ近いところに来ます。そういう意味では、まあ、先段をかければ流動性は出るんだけれども、通常であれば、まあ、プルプルして流れにくいというのが分かっております。 最適な状態が、まあ、この青の状態でして、えー、全体的に言えば低船団の状態つまりまあポットライフ的には男性支配ですので鎮行はしにくいただ一定の船団まで上げていくと徐々に年性の支配が入ってくると。 そうすると、スラリーが流れやすいというのが言えるかと思います。まあ、そういう意味で、この年段性を見ればですね、インクの正常というのは非常に分かりやすい。結果的に、沈降性のレベルを見てやる、あとはレベリング性というのをまあ考えていくと、まあ、沈降しにくいものが丸としています。で 当然男性支配的である水準3は鎮行しないそれに関してまあかなり先端の低い状態で、えー、まあ年生男性以が支配は近い状態ではこれ鎮行しやすい結果的にまあこういうふうに優劣がつけれます一方でじゃあレベリングっていうものは、えー、まあ高先端かけた時に年生がしっかり支配的に入ってるかなというので見てやるとまあ水準1と2と32と2と4は使えるよねと。 まあそういうい意味で全体的に見てやれば全てオールラウンドに丸のものというのは水準1であるとそれ以外に掛け合わせて、まあ、ペケ点になるというのは水準2水準3水準4、まあ、この辺がじゃあどういうふうな電池特性になるかというのが、まあ、次の最後の資料になります。 で結果見てやりますと水準1234に対しまして初回効率、レート特性、維持率それぞれを比較しております。まあ、赤の部分だけ見てやると初回効率比較青の部分だけ見てやるとレート率比較、えー、緑の部分だけ見てやれば維持率比較となります。 で先ほどの通りですね、レオロジーの比較だけでいきますと、まあ、これもですねちょっと難しいところがありますが、まあ、間違いなくこの水準3だけは、まあ、確実にレベリングが悪いので、インクとしてはツであろうということで、あとまあ水準1、2、3っていうのはあ、ごめんなさい、1、2、4っていうのはまあ近いところになるかなと。ただ、総合的なバランスとして、水準1のみは明らかにこう、沈降性もよく、レベリング性も高いということで、非常に大行儀のいいスラリーかなと思います。 で結果的にまあこの状態とですね電磁特性をリンク見てやりますと特にこのレート率を見てやるとですね水準1、水準2というのはまあ水準3というのはまあまあ近いところにあるただ一方で水準4だけがまあレートが悪いですねでさらにまあサイクル特性と見てやると水準1、水準2、3まあこれはまあほぼほぼニアかなとただ水準4だけが悪いとで結果的にまあ一部こう順番逆転しているところはあるんですけれどもやはりですね 全体的なバランスがいいものっていうのは水準位置かなということで、まあ、レオロジーとまあコインセルの結果っていうのはやはりリンクしておると。結果的にまあレオロジーがいいものっていうのは電池特性もいいですねということが言えるかと思います。まあ、そういう意味でえっと発表の方をま,あまとめにまあ入りますが、基本的にまあ本日のです、ね、レオロジーというものが非常にまあ指数的には万能じゃないかなと私個人的には思っております。 そういうい意味でまずはあの、まあ、非常に敷居がこう高いとレオロジーって分かりにくいというお声がよくいただくんですが、まあ、あの取り組まれるとじっくりとした取り組みをされると非常にいい、まあ、ユニークで面白いパラメーターかなと思います。 発表のほうが以上になります。最後にですね、スラリの分析事例、装置事例ということで、TA インストルメントさんのレオメーター以外、あとスラリーインピーダンス系、これ、昨年の日置電機さんとのコラボレーションをさせていただいたところですとか、あと昨日の島津製作所さんであるような流度分布系、DIA ですね、こういうものでも粒子の分散状態を測れると。 でゼータ電位っていうのはもちろん当然分散状態安定度を測ります。ただ一方ですね、えー、残念ながらあこの濃厚系でしっかりとしたパラメーターが測れるっていうのは、まあ、レオメーターがやはり一番今のところはあバランスが取れてるのかなと思っております。えっと、発表の方は以上になります。すまちょっと時間のほを着ておりますので、まあ、の昨日の、まあ、当社の説明っていうのは割愛させていただきます。えー、以上となります。